皆さんは昼間何もしなくて自分をぶっ殺したくなるような怠惰な自分を責めたくなる時がありますよね。そんな時におすすめなのはランニングです。油抜きしたヘルシーで太らないカレー、最高じゃん。トッピングもあるし大盛りもある、いいね。もう12時過ぎちゃってるよとか、この時間から走ると明日に影響があるよとかって思う人もたくさんね、初心者さんたちは思うかもしれませんが、何時だろうと5分だろうと10分だろうと外に出て走ってみてください。大体の場合、もう5分だけじゃなくて10分とか、まあ30分とか走るようになります。せっかくお外に出たので。でまあある程度走って汗もかいたら、そしたら、もうファミチキとアイスコーヒーを買って、自分の昔来たことあるエリアだったり働いたことがあるエリアだったりを、まあ、少し緩く歩きながら散策してみてください。そうすると結構気分が晴れるのでおすすめですっていう話を、ちょっと昨日嫌なことがあった自分が自分に言い聞かせて言っています。俺たちはさ、あーだこうだ悩んで行動しないことがいっぱいあるけどさ、そんな自分をくよくよいじけてたりとかしてても意味がないっつってんの。ちょっとでも、自分を一歩前進させるためにアクションを起こしましょう。そうするとね、少しでも一歩前進して何かが変わった自分を見つけることができるかもしれません。それではミッキーでした。